英会話スクール、イングリッシュパートナーズのせ田だかな子です。I dropped a fork. 意味は、フォークを落としてしまいました。すみません、フォークを落としてしまいました。新しいのをもらえますかは、I'm sorry, I dropped a fork.Could you bring me another one? となります。え落とすは drop。bring は持ってくるという意味があります。 I dropped 〇〇の〇〇に落としてしまったものを当てはめて使ってみてください。I dropped a fork 意味はフォークを落としてしまいました。ぜひレストランなどで使ってみてください。会いに行く英会話スクールイングリッシュパートナーズで検索。オンラインレッスンも始めました。アプリレイニー先生の動画で簡単英会話配信中。